他に、心でご質問、市が今こうなっとるのか、それら問題があるのか、それに対してどう解決していくのか、市民の我々がどうせないけんのかという、要はそういう定義があるのかと思ったんですが、一方的にね、このくたびれた時間に言われてもね、もう次は私は来るかな、多分これだったら来ないないかなと思うんですよ。でね、この会が次はいつあるんですか、それを知りたいんですよ。そしてどういう形でその会を行おうとしているのか、それと参加人員ですけどね、来ない方が悪いですかね、来ない方が悪いんですよ。しかしだからといって一人でもするという気持ちも分かりますけどね、おかー本当それでいいんかな、なんか熱いものはこっちに届かないというかね、なんか一方的に言ってこらこういうやつが悪いんだよ、なんかそんな風にも取れますしね。だから次はいつされるのか、どういう内容をされるのか、どういう形で人を集めるのか、そこの展望を聞きたいと思います。大変貴重な意見でありますが、決してですね、一人でもいい、二人でもいいといった意味や意欲がないといったようなことではありません。逆に一人でも二人でもやろうということで意欲は逆にある方でと我々は思っております。そういった意味で実はですね、先日も学習して、確かに指摘のように一方的にということで、先日した時にアンケートをすでにご依頼いただいてですね、もうあったことをいろいろ聞いてもしょうがねえというような確かにご意見があるわけです。ただ我々もある意味マニュアルに沿ってという部分もありまして、その辺が初回ということで、了承願えればなと甘えたことで大変申し訳ないですけどね。それと今後どういうような展開をしていくかというのはですね、これをもとにですね、意見の中には報告というよりも意見交換会といったようなことをもっともっとやって、もっと身近にご議会と接したいというような意見もこうしてもらっていますんでね、今後の展開としてはそういった方向を、これ反省会をしながらですね、そういう方向に持っていきたいなと、今回の基本条例でですね、公聴会とかそういったこともですね、公聴会が重要な案件ですね、そういったものも開催していくというような明文化で歌っておりますので、そういったものも含めまして、皆さんのご意見で、できるだけこう意見交換会というような場がいいのかなと、これは持ち帰って検討してまいりますけど、今後の展開はそういう方向に持っていく。ただ報告会そのものは最低年1回はということでですね、義務付けておりますので、適時ですね、重要な案件が出た時にはやっていこうかなという展開は今のところ持っております。そういったことでですね、今後はもう少し期待に応えるようなこういった報告会にできるだけ仕上げていきたいなと思っておりますので、振り返りをお願いしたいと思います。すみません、急にね、次をどうするかということを聞いて失礼だったかと思いますけれども、やはりね、年間通してどれくらいやるというね、展望がないでね、やはり1回目を打つということはね、私は少しいかがなのかなと思います。2回目はこういう形でやってるんだ、で1回目の時の皆さんの声をお聞きして改善していくと、しかし報告会として筋を通すと、なんかね、そういうことを言われるとね、何か、てんてんってなります。で私は報告会っていうのもあっていいんだけども、先ほども申しましたけれども、身近な難しい問題をお互いがこう意見交換、情報交換し合う場所とかね、それがない限り一方的にお聞きするっていうことではなかなか足を運びにくくなるということで、ぜひ2回目いつされるか分かりませんけれども、そういうことを要望を聞き入れていただいて、より良いものにしていくようによろしくお願いいたします。はい、貴重な意見として持ち帰って、また検討中ですね、そういう方向に持っていきたいと思っております。ありがとうございました。他に、ございませんでしょうか。
まあ、報告のことだけ今申し上げましたけども、まあ、あと、市議会および、まあ、市政への、まあまあ、ご意見ということで、まあ、こういう要望、こういう疑問、こういう質問があるという形でもお受けしたいなと思いますので、ありましたら何かございませんか。要望でよろしいでしょうか。はい、どうぞ。申します。最後からも申し上げたんですが、今日は出席できないかもしれんと思って産業界に行ってまいりました。その時も述べたんですが、私は前が海なもんですから、台風たんびに水が来て風は強い、もう寿命の散り場の思いがいたします。それでもできて今度東南海、南海地震なんか今言われてますから、そういう津波なんかが来たら、これは逃げようかなんかどうでしょうかなって考えたら、よかったなったことがあります。それで、あれですね、東南海、南海地震、こういった津波に備えて、防波堤ですとか、防潮堤、それから住民が避難する避難場所であります避難棟、これの設置を早くしていただきたいと思うんですが、この私たちのこのところは小高い丘、高台点がありませんから、ですからもうみんなどれするったらどこ行けばいいんだろうかって、その近くに山がありまして、山は低いですし、もう土が崩れてしまったらそのままも流されてしまう。だから避難棟っていうのをぜひ沿岸地域に作っていただきたいと、大手前開発の51億を少し回していただきたいとそう思っております。はい、まあ、よろしくお願いいたします。それから一個ずくですか、意見は一個ずく。まあ、一つ、ほら、ちょっとお待ちください。実はですね、防災の原因はもう、これはもう佐伯市民こぞって、今、リアルタイムでですね、皆さん気にしとることで、特に昨日は与野津でいまして、与野津ももうこれはもう、はい、それで実はですね、先週の土曜日にも、まあ、我々は報告を受けたんですが、今、市もですね、一生懸命その防災、避難の、避難地の、そういった見つめ直すというかですね、そういった作業を意識してやっております。またこれは民間ですが、建設業協会佐伯支部もですね、もうすでに自治会等に、まあ、話を持っていってですね、避難地等、避難の等の、まあ、どこにしたいというような要望があれば、区長さんからですね、そういう要望があれば、まあ、ボランティア無償でですね、調査をするというような形で申し込んでおりまして、まあ、行政、それから民間とですね、まあ、躍起になってそういった取り組みをしておりますので、もう間もなくですね、そういった見直した防災マップ等もですね、マニュアル等が出てくると思いますので、ぜひ、まあ、もしばらくお待ちをいただきたいなと思います。早急にお願いいたします。ちょっとじゃあ専門的な私もちょっと津波の件に関しまして、気になりましたので、市役所の防災課の方にですね、今後の市の対策はどのように考えているかと問い合わせてみました。そしたらですね、各、まあ、地震会を中心にですね、地域 の、 避難場所をどの辺がいいかなということで、まあ、場所を設定してくださいということなんですよ。今までの津波対策というのは低い場所に避難場所だったと思いますけど、まあ、基本的には旧佐伯市は11メーターを想定した津波が来るということで、避難場所を、まあ、今その設定している場所より多分高くなると思います。そして昨日与野津に来ましたら、19メーターを想定しているということで、与野津あたりはやはり、300年前にも
大きな津波が来たということで、それを勘案しまして、やはり19メーターより高い場所に、避難場所をですね、整備してほしいというような要望がありました。まあ、自治委員会そして地域の意向を聞きながら、防災課の方もですね、整備をして支援していくということになっておりますので、はい、ご覧よろしくお願いします。あ、いいでしょうか。どうぞ、またまず質問があれば。意見を先に言うと、はい、どこなのかに先に出るんですよ。田村さんの方から。あの、ご質問の田村と言います。私はちょっと確かめておきたいんですけど、あの、例の新市街地活性化事業、これの自民党条例を提案したものですけれども、今紹介ありましたように、残念ながら取り上げていただきます。今日実は名簿を見て、その質問で来たんですけれども、三田垣ですね、渡辺和春議員は否決されました。その時に、ね、確か否決される理由を確か本会議では述べておられなかったと思いますので、いい機会ですから、どうして我々の提案を否決されたのですね、もう機会にお伝え願いたいと思います。あの時議員は例えば井上議員などは議会を聞いておりますので承知しておりますけれども、渡辺議員と三田来年次ですね、お二人からぜひ聞いてください。ちょっとすみません、田村さん、当初お断りしたようにですね、今回議会の、まあ、報告会ということで個人的な意見は差し控えたいというのが趣旨ですので、それのところをご理解願いたいと思います。あ、そうですか。まあ、そういうことでしたら遠慮しますって言ってもいいですけどね。やっぱり投票行動をする場合にはですね、記名投票を名前出すのは当然です、だと思いますけども、どういう理由でそういう行動をされるのかというのはですね、次に我々市民が選挙するときの大きな目標になるんですよ。ですからこういう丸の賛成反対っていうですね、こういうことだけじゃなくて、まあ、できればどういう理由でそういうされたかっていうことをですね、分かる機会を設けてほしいですね。だからまあ意義的な問題はあるでしょうけれども、まあ、大事な案件について投票をことをされる場合には、これからこういう理由で賛成反対とですね、それをやるのが当たり前のことだし、そうやらなければ我々はその判断しようがないわけですよ。そういう点をぜひお願いしたいなと思っております。まあ、今日はだからこだわりませんけれども、私はそういう質問できればこだわったもんだからお願いしたいと思っております。それじゃあね、まあ早速じゃあお願いだけしておきます。別の点とお願いしておきたいと思いますけども、その議員ご個人がですね、あれをされる、活動される場合に、議会で活動される場合に、どういうつもりでって言いますかね、その行動されるのかね、政治家として、議員として。自分を支持していただいた、いや選挙民の意向というのはですね、当然いろんな形で探ろうとされていると思いますけれども、そういった自分を支持される人たちの意向に基づいて行動するという面と、それから自分自身の政治信条というか判断で、行動するという面ですね。そこのあたりについて、私はなんていうか、できるだけその整合性がある、行動を取らないと、言ってることとやってることが違うということになるんですね。やっぱりの自信を招くんじゃないかと思うんですね。やはり選ばれたから、あとは自分で何でもできるんだ、どのような判断をしてもいいんだっていうのは、ね、これはやっぱり、行き過ぎな面があると思うんですよね。やっぱり重要な問題について、あればあるほど、自分を支持してくれる人、選挙人はどういうことをやるかということを、むしろその自分の方から見て回ると、確かめて回ると。で、こういうしたくれの目標でよかったかということを、次の選挙の時に、次の投票の時にですね、皆さんに今どこで支持してもらえるかどうかを確かめるといったことが、ぜひ必要だと思うんですよ。それがなしに、まあ、周囲に何でもできるというのであれば、これはおそらく、
だんだん見放されていくんじゃないかと思う、ね、どうせ投げてもらえないといけない。